どうも、逆にロボです。ロボクラッシュ2やることにしました。編集するにあたって、重要だと思うところは音声入りで、そうじゃないところはテロップのみで、解説していきたいと思います。もしもなんか違うなぁと思った場合は、自分で入手してプレイしてみてください。そこまで責任は持ちません。では、ようこそロボクラッシュの世界へ。このプレイでは熱波の王者を目指します。熱波の王者は金しぶきを使用するとなれません。どういうものが禁止なのか。ということで掘り下げてみましょう。まずファイアボールという攻撃魔法みたいなやつ。それに準ずるソニックブームとか勇気みたいなやつ。サイバーカースという呪いみたいなの。PV などの暴力。グレネードやミサイルなどの兵器。以上が禁止行為となっております。一度でも使うと熱波の王者にはなれません。一度も使わなくなおかつ能力さえあれば、最強のグッドフェローズからスカウトされます。
核能力は最大20です。戦闘が12以上でグッドフェローズからスカウトされます。今回はこれで終わります。
ご視聴ありがとうございました。